松井大吾監督の最新作、富士見ラパーズ、5月10日公開のポスタービジュアルと予告映像が解禁となった。主題歌、激友を、シンガーソングライター澤部渉によるソロプロジェクトスカートが担当。書き下ろし主題歌、君はきっとずっと知らないの一部も予告映像で解禁となった。松井監督が諦めることができなかったと10年という長きにわたり映画化を考えていた高木優奈氏の同名漫画、講談社、別冊少年マガジン書斎。主人公、長谷部梨乃を今作は初の映画単独主演となる三上愛が飾り、梨乃の運命の相手役の河野純を佐藤寛太が務める。